イヴァン・イヴァノビチは、モスクワ大公国の統治者、イヴァン・三世の長男。父親と区別するため、若いイヴァンを意味するイヴァン・マラドイの衣装で呼ばれる。イヴァン・三世と、その最初の妻のトベり公女、マリア・ボリソブナの間の一人息子として生まれた。幼くして、母親を亡くしたものの、父親の後継者として幼い頃から、行政、軍事など多くの場で重要な役割を与えられた。 イヴァン・三世は、長男イヴァンを、共同統治者として扱い、自分と同じ大公の称号を授けていたため、モスクワの官僚や、外交官は公には二人の大公に仕える、定裁を取っていた。ノブゴロド共和国などのルーシの諸都市や、その他の諸外国の施設たちは、イヴァン・三世とイヴァン・マラドイの両方に一見を求めた。イヴァン・マラドイは1468年の、 火山半国の統治者イブラーヒームに対する遠征、1471年のノブゴロド遠征に参加している。1476年と1478年に、シチヴァン三世が首都モスクワを離れた際には、その君主代行を務めている。1480年にダイオルダのアフマドハンの軍隊がロシア国境に迫ると、イヴァン三世はイヴァンマラドイを司令官として、 大勢の軍勢を送り込み、ウグラカ藩の退治が始まった。イヴァン三世は、丘側に避難したものの、すぐに、モスクワへ戻り、息子の命を危ぶんで息子に帰還するよう命じた。しかしイヴァンマラドイは、父の命令を拒み、補佐役のホルムスキー公を代わりに、モスクワへ返し、自身はあくまでも、ウグラ側に泊まることを主張した。やがてウグラ側が凍りつくと、 イヴァン・マラドイは軍勢を引き連れて川を越え、父がタタール人との戦争を準備していたボロフスクに向かった。アフマド・ハンは、モスクワの軍勢が帰るのを追撃しなかった。1485年、父イヴァン三世が母親の実家トベリ公爵家を取り潰すと、イヴァン・マラドイは母方の血統を根拠に、トベリ公となった。これと前後して、イヴァンは重い関節縁に苦しむようになった。 レビという医者が彼を治療したがいなく、1490年にイヴァンは32歳で死去した。イヴァン・マラドイは、モルドバ公、ステファン3世の娘エレナ・ステパノブナと結婚して、マニー、一人息子のドミトリー・ブヌクを設けていた。イヴァン3世はこの孫息子を次の後継者にしようと考えたが、5歳のソフィアは、ドミトリー・ブヌクを排除して、代わりに自分が生んだ最年長の息子、 バシーリーを大公の後継者にしようと画策した。宮廷内でシュートメソフィアと嫁エレナの権力闘争が繰り広げられた後、エレナとその息子は1502年4月11日に逮捕、投獄された。エレナは異端のユダヤ派の信者として求断され、1505年に獄死した。ドミトリーもその4年後の1509年に死んだ。ありがとうございます。